14回の裏、早稲田実業の攻撃です。早稲田実業の攻撃が6番ピッチャー斉藤、準優勝は2回あります、西東京代表の早稲田実業、悲願の初優勝に向かって1対1同点、延長14回の裏の決勝です。今日はヒットが1本あります斉藤、長打もあります。レフトへ風に流されて左です。とにかく一発出れば早稲田実業の場合はもうそのままサヨナラですからね。そうなんですよ、ですからね、高めですよね、今ね、ここは田中も十分に警戒しなくてはいけません。1対1の同点、全くお互い譲りません。今キャッチャーは外だったんですが、ちょっと甘いボールじゃなかったですか、うん、ちょっとね、変化球がちょっとずつ甘く入ってくるようになってきますよね、田中君ね。3回途中からマウンドに上がりました。14回です。セカンドよ、晴れた晴れた晴れた、ノーアウト一塁、斉藤出ました、早稲田実業ノーアウト一塁。実に久々、6回からこの久々のノーアウトのランナー14回です。ノーアウト一塁、斉藤が出て泉監督、三遊間、6番のピッチャー斉藤も続きました。ツーアウトでランナーが一塁、まあ、早日のバッティング、今大会のチームは甘い球は逃さず、しかし上から叩いていくバッティングなんですよね、はい、あの上から叩いて強い打球を打つということを練習して、ヒットになりました。第88回全国高校野球選手権大会7日目の第4試合は、阪神甲子園球場5万の観衆で埋める熱戦となっています。ピッチャーの斉藤、こういうボールが来てますけども、そうですね、やはり少し、自分で走ってプレーしてきて、合わせた斉藤、スライダーを合わせた、ランナーが得点圏に進んだ、ツーアウトランナー一塁二塁、今日はこのスライダーに合っていなかったんですが合わせました。そうですね、こういうふうに強振をしないで、やはりアウトコース中心にミートしていくというのがこの青木君攻略の一番のバッティングだと思いますよね。そして早稲田実業6番のピッチャーの斉藤です。ここまで早稲田実業ヒットは3本、ご覧のような構えです。斉藤、あのまっすぐに対してこういう構えからタイミングを取りながらのバッティングですよね、うん、ボールに、ね、目をつけていこうということでしょうね、まあ、その田中君もね、先ほど斉藤君から三振取られましたんでね打ち取ってやろうという気迫十分ですね、これですね、まあ、気持ちの面では絶対に負けていませんからね。うまく当てて4本目のヒットが生まれました。斉藤のヒット、タイミングを合わせながらうまくセンター前に運んでいきました。これはね、はい、田中君がちょっと力んだ分がね中に入ってきましたよね。うまくタイミングを取ったのが正解だったですね、斉藤君ね。セカンド内藤、いわゆるそのバントの構えからタイミングを合わせて軽打のようなバッティングですよね、はい、もう当てていくというね、早稲田は5回
追加点のチャンスでバッターは斉藤、レフトへタイムリーヒット、自らのバットで4対0とリードを広げます。